はい、西多摩新選組のチャンネルでございます。日時はですね、2023年、今日は1月の21日でございます。はい、今来ているところはですね、東京都武蔵村山市に来ております。はい、びっくりいたしましたね。和食のファミリーレストラン佐藤さん、佐藤武蔵村山市にある和食佐藤がですね、2023年、1月のですね、31日にですね、閉店してしまうそうでございます。はい、いやー、びっくりいたしましたね。それでですね、和食の里、なんとですね、7店舗なんか閉めるらしいですね。和食里、合計でですね、7店舗同時閉店するみたいですね。今ね、外食産業のね、世界は、厳しい時代にね、突入しておりますけれども、和食里もですね、その影響を受けているんでしょうか。こちらのね、和食里がね、なくなりますと、この近隣ではですね、立川のね、立川にある和食里しかないんですよね。いやー、ちょっと残念ですよね。だいぶ長くね、こちらのね、場所で営業されていたんですけれども、ついにですね、閉店ということになってしまいました。今月いっぱいで閉店でございます。はい。朝はですね、ちょっと遅めの、朝11時からね、営業してるみたいですね。11時から営業でございます。はい。ホームページ等を見ますと、夜のね、11時まで、やっているような感じでですね、営業しているみたいでございます。はい。もしですね、お近くまで来られる機会がございましたら、一度ですね、お食事などしてみたらいかがでしょうか。はい。現場からは以上でございます。西多摩新選組でございました。